どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、というわけで今回は渋谷にある新潟三宝亭宮益坂店に来ております。こちらですね、麻婆麺とか、酢ラータンとかそういったもの麺が、辛い麺があるということなんですけど、今回ねちょっとここの、エビ麻婆麺を食べに来ようかなと思ったんですけど、なんとなんかお店の方に聞いたらそれよりもっと辛いのあるよと、もっと汗出せるよということを聞きましたので、今回ですねちょっと予定を変更して、今回食べるメニューがねカリーマーボーハンというメニューになります。まあ、ハンだけあってね、これご飯物になります。はい。で、こちらもですね、今回も辛さレベルが選べます。その中でね、マックスの10辛に今回挑戦していきたいと思います。それでは、いつものように、行った人の感想をちょっと見ていきたいかなと思います。以前に職場の同僚から三宝亭の全トロマンボー麺は激辛がちょうど美味しいと聞いたので昨日食べてきましたが正直死ぬかと思ったと。はい、これ僕が食べようとしたマンボー麺ですね。非常にこれ辛さが苦手な方は本当に死ぬレベルの辛さかなと思います。そして2つ目、プラット三宝亭全トロマンボー麺の激辛、ね、さらに激辛唐辛子粉もついてくる、ラー油は上質で香り高い、シビ系は味を全く邪魔しないような絶妙なバランス、溝落ちにパンチを食らえそうな、刺激だが重厚なコクのある餡、最後まで完飲してちょうど満足する塩分、激辛はストレス発散に良きということで、これね激辛好きの人でもね結構、パンチのある、メニューかなと思います。はい、まあいろいろこう調べればあえて食べてから物を言えということで早速中に入っていきましょう。レッツゴー。あ、早速中入ってまいりました。メニュー表を見ると、サンラータン麺、全トロ麻婆麺、まあ、こちらがこうメインの、メニューになってくるんですけど、今回はまあちょっとこれではなく、さっき言った通りこのカリー麻婆飯ということになります。楽しみですね。はい、むしゃぶりしていきますね。よっしゃー、うわー、なんじゃこれは。いただきます。さあ、三宝亭さんの、カリーマーボーハンお手並み拝見です。美味しそうな匂いですね。カレーをまずこの中にぶち込むという感じでしょうかね。これね、これで、あ、すごい、あ、これはカレーとマーボーの共演ですね。ドロッとこのラー油の効いたものがちょっと流れてきましたが、非常にいい香りだ。うおー、これマーボーを貸してみで割ったような感覚で、これ新感覚の感じですよ。美味しいですけど、これ辛いね。辛さの源はこのハバネロと、カレー粉、そしてクミンパウダーとか、あとその他唐辛子ですね。いろんなものをブレンドして、ね、辛みを出してるぞ。パンチの辛み、辛いだけじゃなく、やっぱ山椒、麻婆なんでね、唐辛子と山椒のしびれが効いてます。これは辛いね。ほんと世界中のインドから来たね、カレーの辛さ、そして中国からのこのマーラー、ラー油と、ホワジャオ、山椒の辛さ。でも世界の辛いところだけこの凝縮にした、そして旨味も凝縮された一品。これはたまげた、まさに3つの宝、三宝です。これは辛い、これ辛いね、本当に辛い。
うん、今食べたのパクチーなんですけど、パクチーが非常にこのアクセントになって、山盛りでもいいかもしれないですね。美味しいですよこれ。あ、パクチートッピングもできるそうなんですよ。ちょっと辛いんで、ここで卵で一休憩、ちょっとオアシスタイムでいきましょうか。卵は辛さをちょっと和らげると思います。辛い。うん。すごいね、これ本当に具材が、豊富です。ニラやら豆腐、卵に福神漬けやらカレーとかもういろんなものが。美味しい、もちろん美味しい。これは新感覚ですよ。さあ、そして半分ほど食べ終えたので、追い辛タイムといきましょうかね。こちらですけど、うわ、これいく、スプーン一杯分いきましょうか。ちょっとこれ、ちょっと一飲みしてみましょうか。実験ね。ダメージが体に染み当たる前に早く食べておいてもらおうか。あとね、この山椒を入れようかなと思ったんですけど、この、この2つ甘いのね、ちょっと辛いのやめときます。ブドウ山椒というのはね、爽やかな香りと辛さ、そして優しいしびれが特徴の国産山椒ですということで、これブドウが入っているというブドウの香りが、あ、確かにちょっとブドウっぽい香りがします、はい、そしてこちら青山椒は、より清涼感のある強い香りと上品なしびれが特徴ということで、上品な香りで、あ、確かにちょっとね、このすっきりとしたこうミントっぽいこう香りがしますね、この青山椒は。はい、今回は入れないですけど、もうちょっともう限界なんで、もう限界です、ごめんなさい、もう限界、これはちょっと無理だわ。よし、残りわずか、ベッカラバトルに照りをつけてやりたいと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。新潟三宝亭さんのカリーマーボー飯、辛さ10倍、辛さレベルジャガラです、ジャガラ辛さレベル勝ちです。勝ちです。はい、いや本当に辛かった、うん、ちょっとドキモン抜かれましたけど、
斬新ですね、本当にカレーと麻婆、はい、この2つ、ご飯に合うこの2種類を加えることで、もうまさにもうご飯に合わないはずがねえと、飯が進む進む、さらに程よい辛みがあり、パンチ力のあるハバネロを使ってもこれでもかと、本当にちょっとなかなか追い詰められるような、辛さですけども、非常にこう美味しかったです。かつね、やっぱこの山椒のしびれというものもより辛さをこう倍増する、一つのアイテムかなと思います。卓上トッピングがいろいろこう充実してます。山椒も3種類、そして唐辛子、ラー油といった感じでね、自分好みにも辛さを調節できますので、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。で一応ですね、まあ、お店の方がね、これぐらいの辛さだとはね、おいしく辛さも味わえるというね、目安として、まあ、6辛が、まあ、このね、おすすめかなと思いますのでね、ぜひそれを参考にして、ぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。であと激辛ブログ更新しますので、ぜひ、チェックの方よろしくお願いします。ただ今回ですね、サブチャンネルの方にも動画上がってますので、この後の様子ですね、はい、ちょっと激辛アカデミーチェックをお話ししてますんでね、ぜひそちらの方もチェックお願いします。それではまたお会いしましょう。散歩亭。